横浜開港記念日など、祭り国際化創業列は、例年5月3日の憲法記念日に、横浜市で開催されるパレードである。愛称は、ザ・横浜パレード。1952年、横浜中心部において、第二次世界大戦後に新中軍が接収していた施設が、相次いで、日本側へ返還されると、各所に、空き地が出現し、 廃墟のような後輩した印象をもたらすようになった。横浜商工会議所は横浜に大勢の人が集まる名物行事を企画することを提案し、国際都市にふさわしく外国人も共に楽しめる仮想行列が採択され、1953年6月2日の開校記念日に第1回国際仮想行列が実現した。参加団体は 徒歩18団体とフロート社21台で、総勢1200人が横浜の街を練り歩いた。1954年に開催された第2回より、開催日が5月となり、開校100周年を記念した1958年5月11日の第6回では、徒歩31団体とフロート社72台、参加人数は3500人で、団体数では最大規模となった。 1969年5月4日の第17回以降はゴールデンウィーク中の開催となる。1992年の第40回を機に主催者はアメリカ合衆国で2番目の規模であるポートランドのローズフェスティバルを視察し、その成果としてキッズパレードが導入された。2002年の第50回から愛称がザ・横浜パレードに変わった。 2013年からは、アイドルやコスプレなど、ポップカルチャーをテーマにしたイベント、横浜可愛い,いパークが、横浜開港記念港祭りの祭事の一つとして、山下公園で行われ、仮想行列にも参加している。フロート社は、参加団体の費用負担で制作されるが、高額になるため減少傾向にある。 2019年に開催された第67回では主催者発表で36万人の人出があった。なお2011年は東日本大震災2020.2021年は新型コロナウイルス感染症の大流行を受けそれぞれ中止。開催当初は山下公園を起点とし、牧田公園やお三の宮が終点だったが、 現在はやや短縮されて、伊勢崎町6丁目を終点としている。以下では、2018年5月3日に開催される第66回について説明する。主催は、横浜商工会議所、神奈川県横浜市で組織された国際化創業列実行委員会。10時45分より、キッズパレードから順に、山下公園前を出発し、シルクセンター前、 横浜税関前、横浜赤レンガ倉庫前、新興府東万国橋交差点、馬車道商店街、吉田橋、伊勢崎モールを通り、伊勢崎町6丁目に至る 3.4km のコースで、キッズパレードは、途中の万国橋交差点が終点となる。前半は小学校のマーチングバンドやジャザサイズサークルを中心とした13団体の、キッズパレード。 後半は53団体のスーパーパレードで、先頭は神奈川県警察の警察音楽隊。横浜市飛び工業連合会の的域気あり更新、在日毎陸軍軍楽隊、神奈川県内の中学校、高等学校のバトントワリングチームや吹奏楽部、横浜中華学院や横浜家協争会の竜舞などが続き、フロート社は主催者である横浜商工会議所。 神奈川県、横浜市、清県、キリンビール、神奈川県日産自動車グループ、伊勢崎モールの計5台が出場する。最後尾は横浜市消防局の消防音楽隊が務める。パレードの模様はテレビ神奈川で生中継される。ありがとうございます。